さあ、人生最大の窮地に陥ったと言われる神君伊賀越えの様子にござりまする。この演舞の最中、もしかすると皆様の力が必要になる時があるやもしれませんゆえ、その時はぜひぜひ皆様、我らに力を貸してくださりませ。お願いいたします。それでは服部半蔵忍者隊演舞開幕でござりまする。拍手で。時は1582年、本能寺の変にて織田信長様が討たれた後、謀反を起こした明智光秀殿が次に狙うは我らが主君徳川家康様であった。徳川家康の命を頂戴する。そうはさせぬ主君、徳川家康様の命を我らがお守り申す。敵が攻撃してくる様には、何としてもこの伊賀を越えていただかねば。家康様はいつもなさねばならぬことがあるとおっしゃっておった。それは天下太平の世を築くこと。そのためには我ら忍びの使命は家康様を無事たちでお連れすること。総勢300名集いし忍びたちと共に民の幸せのため、天下太平の世を築くため、この命に懸けて家康様を守り抜く。さあ宮主、先ほど柊殿が申しおった、共に力を貸してほしい。総員を組んで一つにして参ろうではないか。拙者が改めて伝授いたす。真似をいたしてほしい。両手を前に出すのじゃ。両手を前に出して、そして二本指じゃ。二本指で、この二本指を閉じる。では鏡で動いてまいり、右手が下、左手が上、そして右手を左手の中に入れて腕の前じゃ。さあできるか、皆できるか。よし、ではの拙者がせーのと申したら、大きな声で忍と申す。では参るぞ。せーの、お見事でござる。じゃが、ここの声しか聞こえんかった。大人の方々もうちょっと出せるぜよ。では今一度参るぞ。今一度問いを組んで参るぞ。せーの、よきよき、まだまだ拙者を欲しがるぞ。最後じゃ、最後の問いじゃ。拙者が性能と申し、大きな声で忍者行くぞ。せーの、ありがとうございます。皆が共に問いをいたしてくれたお口だ。礼を申す。我らは家康様に仕えしており、この功績によりかつては鳴海合衆として取り立てられ、服部半蔵様はその棟梁となった。天下太平の世を実現された家康様の願い、そしてそれを支えた忍びたちの思いを受け取り、現世によみがえっては服部半蔵忍者隊として愛知忍者を盛り上げてまいろうぞ。前だ服部半蔵忍者隊、ここに着いた。はー、 ありがとうございます。そして探偵
こ行った三平殿はどこ行ったんじゃ三平殿大丈夫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 どうしたどうした敵にやられました敵にやられた先ほどこっちに行ったんだけど敵来なかったか来なかった大丈夫かなやったうわ治りました。いたわりのヒイラギのいたわりパワーってやっぱ主本当にその力あったらもっと売れとるわだとしたらそんなことはどうでもいいそんなことはどうでもいいそうなんだ一つ聞きたいことがある、はい、何の通りじゃさあ我は服部半蔵忍者たることを答え初めて見たよしも正直言ってあげて初めましてじゃよという方初めて行田織もそれでは改めて終了はヒイラギ殿お願いいたしますまず徳川家康の服部半蔵忍者会は、はい、愛知の武将観光の魅力を伝えそしてより一層盛り上げるため現在にて愛知の観光 PR 隊として蘇るし忍び衆にござりまするありがとうございますさあ我らは南の使っておる SNSS って何観光 PR 隊として呼び出したんだけども、はい、あれは盛り上げるためにはさまざまな忍術という忍術を毎日、はい、毎日修行いたしておりますゆえにせっかくだからこたびはその忍術隊をこのようにしてな腕立てさすがにございます皆にのこの忍術の成果を披露していきたいと思います題して忍術披露あーすごいすごいすごいさすがこれで終わりでいいか忍術披露何をやるんじゃ、まあ、私が披露するのはこちら吹き矢にござりまする吹き矢知っとるものあるあ知っとるしろほらありがとうさんじゃ、うん、さあこの吹き矢400年前はこのような筒にこれ矢に服塗って人に向かってハーフってやっとった人数なんだけどもこれを人にやるとこたび危ない上に三平殿が持っとるこの的に向かってハーフといたしていきたいと思いますはいさあこっちの方向かこれ向きでよいかは風がありますねその向きなるほどヒイラギ殿は風を読んで風を読んだかさあ一瞬じゃで読み取ってくださりませ的に当たった時には大きな拍手をお願いいたしますこの距離でよいかなよしもしなこの的に当たりました大きな拍手じゃよしじゃあ参りまするおおお見事さあさあさあちょっと早くて見えんかったものもおるやもしれんから次的を変えてやってみたいと思いますよ何を狙うんじゃそれは風船にございます風船を狙うのかどこにあるじゃ風船は風船は今忍術でしましたはっ忍術で出しましたおさすが次のはこの風船に向かってハーフといたして見事風船が割れた時には大きな拍手を今一度お願いいたしま す, ます大きな音鳴るで怖いものはちょっと耳塞いどってくださいませこれで運勢が決まるでこれで運勢決まるこれ今年は誰の柊殿私の柊殿の私のこれが割れるか割れんかで決まる相手重圧をかけるよし分かりましたよしよしではまた改めてもしこの風船が割れましたら大きな拍手をお願いいたします柊殿準備は良いかできましたでは参りまするお願いいたすこの辺にして前に修行いたしたのでこの辺に忍者やるのでなまたの引き合うというのは現世でも
ところなんといくつかあるらしいでな。あ、そしたら、いたすときには、まあ、ちょっと人には向けずに爆を狙うようにお願いいたします。ありがとうございました。さあさあさあ、そろそろ忍者ショーは姉妹の国にございます。最後は、我らの剣舞にて盛り上げてまいる。セール願いいたします。そしてこの後すぐに名古屋おもてなし武将隊による素晴らしき演舞にござりまするがゆえに最後まで存分に楽しんでいってくださいませ。ではまたをさらば。